ベイリッジ -95 丁目駅はニューヨーク市地下鉄 BMT4 番街線の南側終端駅である。95丁目から4番街交差点にあり、終日 R 系統が発着する。開業当時は95丁目フォートハミルトン駅と呼ばれていた。また、当駅はニューヨーク市地下鉄全体でも最西端に位置し、4番街線で最も遅く開業した。 無人のメザニンに設けられている行き先案内のモザイクベリッチマイナス95町名駅は島式ホーム一面二線の地下駅である。1925年10月31日に開業し、同日14時に一番列車が発車した。1970年代末には改修工事が行われたが、開業当時のタイルモザイクが残る。線路はホーム南端の車止めで終わっている。 当駅にはディスパッチャーの詰め所と信号国所がある。また北側には留置線がある。2018年4月に行われたまたの2015から2019年投資計画改定においてエレベーターの設置計画が盛り込まれている。95丁目から4番街の出口この駅は59丁目駅の南から急行線の延長が計画されていたため、 4番街の西側に建設された。この駅は主にスタテンアイランドトンネルを容易にするために建設された。この駅の南100番街または101番街には建設されていないスタテンアイランドトンネルへの延長が計画されている。線路の端に仮設の壁があり、この BMT 線をスタテンアイランド鉄道のグラスミア駅付近に接続するために設けられた。 駅はまた、サート本線から切断することによって、現在は廃止されたサウスビーチ支線に接続し、BMT がサートのフォートワズワース駅から、ベントワースアベニューターミナルへの運行を引き継ぐことになっていた。当時、このトンネルが建設されていたら、非常に性格が異なる路線だったと言われている。クイーンズボロプラザ駅を起点として、 スタテンアイランドのウェントワースアベニューまでの BMT 路線を介してスタテンアイランドに進む前にこの駅に停車するというものだった。またここに地下式の車両基地を建設する計画も存在した。サーはトンネルの準備のために電化されており BMT の AB スタンダード車両と同等のものを導入していた。トンネル計画は1919 19年に修正されその場所は ベイリッジの北側署はロード付近に移動した。その後、計画されたトンネルのルートをたどる、世界最長の吊り橋の一つである、ベライコールなローズブリッジに駅を接続するという、提案が浮上したものの、橋自体は、鉄道線の準備をすることなく建設された。ありがとうございます。